バラロのサクロモンテは、イタリア共和国ピエモンテ州のバラロにある、ピエモンテ最古のサクロモンテである。世界遺産、ピエモンテ州とロンバルディア州のサクリ、モンティの一つを構成する。それは、1491年に、総ベルナルディの会議により創設された。バラロ政治屋の居住区域の上、高さ603メートルのトレクローチ山の高台にある。建設の本来の意図は、信者に、 聖地巡りの仮想体験をさせるため、聖なる場所の再現をしたものであった。一世紀後には、芸術家、ガウデンツヨ・フェッラーリによりイエスの生涯を表現した、彫像とフレスコ画を収容した50の礼拝堂が、出迎える聖域の実現となった。今日、サクロモンテは、宗教観光場所と同時に、ピエモンテ州の自然保護地区である。全体として45の礼拝堂、バシリカ、 ピクニック場、旅館、食堂が含まれる。道路、家畜路、所要2分で往復5ユーロのロープウェイなどで、街の上137メートルにあるの桜、モンテに行くことができる。ありがとうございます。